とうございます。明治大学法学部4年生の小住和樹です。大学以外だと株式会社トマップっていうプログラミングの教育事業とかをしてる会社で執行役員をしてます。今日一日よろしくお願いします。お願いします。今日どんな予定がありますか？今日は一日中ミーティングしてるかもしれないですか？地道なところを撮影させていただきますね、はい、お願いしますありがとうございます。一番乗り出勤ですか？多分一等賞ですねパスワード忘れちゃったちょっと待ってください。パスワードいらないですよ。俺ログイン全然してなくてじゃあどうぞ。お邪魔します。今インターンとして働いてますか？普通の社員です。でも今経営幹部、今は執行役員 CEO。 大出世ですね。もし就活とかしてたらめっちゃ無双してただろうなって思います、自分でも。いやどうなんですかね、活躍できたかどうか分かんないです。 Excel 作業とか、はいはい、丁寧に企画書作ってとか、うん、記録めっちゃちゃんと書いてとか、はい、そういうの結構苦手なんで、結構メモとかも汚いです。自分が分かるぐらいの技術しか書けないというか、求められる力は結構違うかもしれないですね。逆にベンチャーに行く人に求められる力って何なんですかね？回復力じゃないですかね。最初から困難なことばっか起こりますし、毎日がなんか物語みたいな、一日終わったら今日のこと振り返ってるだけですごい振り返れるぐらいいろんな出来事が起こるんですけど、その一つ一つに落ち込んでたりとか一喜一憂してたりとかするとやっていけないんですよ。メンタルめっちゃ強そうですよね昔めちゃめちゃ良かったです。野球やってたんですけど、はい、三振するたび一日中落ち込むみたいな就活生とかって会社を選ぶときに何を軸にしたらいいかわからない、何を一番重要視してました？呼吸のようにできることを選ぶのが一番いいと思うんですよ。ありますかそんな仕事？一人に一つはあるんじゃないかなと思ってます。本当に言ってます？今のところ私一個もないんですけど、自分の経験上対話をすると結構見つかってきたりします。経験がある大人の人とか気になる企業の OB の方とかと話していくと、自分がやっぱ生まれ持った突出した能力って何なのかってことが多分一人一個ぐらいは見えてくるんですよ。小住くんの突出した能力っていうのが吸収の速度なんですよ、ね、紐解いていくと一度見たものをすぐ覚えられるわけじゃないんですけど、体で覚えるのが多分結構早いんですよ。実家が結構田舎だったんで、和楽器とかも地域の文化としてやるんですけど、みんなが例えば横笛とかやって半年1年とかかかるものを1週間ぐらいで覚えちゃったりとかしたんです。すごい、めっちゃ地元で有名な子になりますよね。なりましたね。あいつやばいみたいな女の子にモテたいとか、なんかそういう人間らしい欲望がないんです。いい匂い放ってたいですね。香りがいい人ってなんかちょっといいじゃないですか。いい匂いで割りたいっすお二人はどういう関係ってか、どういう関係です？相棒トマップ入って、はい、穂積も僕も4年とか経つんですけど、その中で筋トレも一緒にするし仕事も一緒にするし野球も一緒にする、なんか、相棒みたいな、まあ、ほぼ同期ですね。めっちゃ秒で帰ってきましたけどいやトレーニングなんで、トレーニングの炭水化物とタンパク質です健康志向が強いですね2人とも。ちなみにどういう話が欲しいかというと、人間らしさと言いますか、今日ちょっと話して思ったのが小住くん完璧すぎて隙がないなっていう風に思ったんで、小住くんの隙を引き出していただいてもいいでしょうか隙を引き出す、任せてください。常に僕も好きだけど乾杯しないとバランスがいい2人はプライベートでどういうお話されるんですか？結局仕事の話になっちゃうんですよ。好きなのよね、シンプルに。多分苦しんで働いてるわけじゃないから、本気でなんか楽しいと思ってることをやってる。めっちゃいい話なんですけど、バナナ食べてるからめっちゃ面白いですそれがどうやったら見つかるかって難しくないですか？難しいね。聞かれても僕、小住もそうなんですけど、もうインターンから入って最初の会社が僕たちここで、運命みたいなもんですけどね。行動めっちゃしてたっすよ、多分お互いの共通点としては。一回ここに当たるためにいろんな人と関わっては来てる、うん、10発いって1本当たるとは言わないですけど、いろいろ行動はしてます。結局確率論なんで、何が当たるかって分かんないじゃないですか。確かに人生短い中でどれだけ挑戦し続けられるかみたいなのは、多分みんなメンバーは大事にしてるんじゃないかなとは思います。黒太郎さんから見た小住くんってどういう人ですか？僕は結構一緒にいる時間が長いんで、皆さんが感じてるような完璧っていう感じは正直あんまりなくて、天然の方が強いかな。天然なんですか？仕事はすごいちゃんとやってますけど、抜けてるところは抜けてますし。抜けてるなって自分で思いますか？さすがになんか自覚してきましたどういうところが天然なんですか？急に変なこと言い出すんですよね。突拍子もないことを言い出したりとか、急に笑い出したりとか変態みたいな何こいつ笑ってんのっていうなんか思う機会は多いですね、本当に。
帰りなさい。ございます。これから何がありますか？これからは、はい、ミーティングで18時までなので、それまでまた仕事に戻ります。わかりました。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちなみになんでインターンシップを始めたんですか？それは僕が高2ぐらいの時に新ダイアリーで穂積さんが特集されてるのがあって、はい、それ見てめちゃくちゃかっこいいなって思って、インスタで穂積さんに見つけて、はい、DM を送りまくったらズームで話してくれて、こうなりたいお手本ができたっていうか、うん、入ってたんですけど、コロナでほぼ活動なくて、実は一回も参加せずにそのまま終わっちゃったんですよ。何サークルですか？野球です。大学生活どう過ごすべきだと思いますか？でも戻れるんだったら大学1年生から海外とか旅行でもいいんで行くと思います。高校3年生の時に修学旅行が台湾だったんですよ。すごい楽しくて、まずは海外に行く。次は何でも興味あるものでいいんで、たくさん本読んでみるっていうのが俺はおすすめですよ。もっと踏み込めるんだったら自分でお金を作るっていう経験をするのが俺はすごく。バイトとかもですか？価値を見出す。自分で TikTok の動画を出して、でそれで広告の案件もらってとかっていうのは自分で価値を生み出した一つだと思う。YouTube とかはやったことがありました。プロ歴史でしかないんですけど、あとはあれもやってました、ノートってあるじゃないですか。自分でブログを出してみたり、あれ100円の収益化も難しいんですよね。それも有料版読んでます。俺のライティング力ってそんなにないんだみたいな。とりあえずなんか自分で価値をどうしたら生み出せるかなみたいな。プライベートはだいたい3つくらいで、旅行か野球かまた音楽とか。めちゃめちゃ小さい。これは逃げるほどじゃないんですけど、こことかに来られたらちょっとやばいです。それはなんでトラウマだったんですか？トラウマありました。小学校1年生で鶏の塔が買ったんですけど、したらうわ、想像しただけで無理だ。ちょっと想像すんなよ。想像しただけで無理だ。なんですけど、でそこの話をして、で着地ゴールとしてはなんか有名な声を2.1 キロ、ここから歩いていけるんだ。 2.1 キロってまあまあ遠くないですか？でも電車だったら11分で行ける。歩いてもいいですけど、どうします？どれくらいだろう。37分かかります。37分はちょっときついかも。これから何するんでしたっけ？これからは同じようなベンチャースタートアップやってる経営者の仲間とか、この辺とご飯にこの後は行きます。合ってます？これいや多分合ってます。本当に？どこ出口ですかね？ちょっと待って、多分この辺なんだけど、とにかく地上に出たい。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご飯にこれから行って、はい、今日は帰ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた。はい。